で結局あの少しの面積だけ作らせ野菜を作らせてもらうのに畑の隅を借りて、そこでナッパを植えたり、トマト、ナス、キュウリは作ったかな。で、コーリャンは分けてもらえたのね。で、分けてもらうというか、コーリャンが配給だったのかな。配給のものだけはあるから。だけどそれも戦争の最初の頃に比べればどんどん中身は減ってきてるので、で田舎でも何でも配給は配給としてあったから、その配給でコーリャン、コーリャンってご存知？あの映画で見たことありますが、それそのコーリャンの粒だけは配給で来ていたので、でそれを皮のままの粒だったので、石臼で引いて皮を取って中を砕いて、でそれをドロドロの汁にして、そこにトマト、キュウリ、ナスを入れて煮て食べるのがね、終わりの頃それだけだった。タンパク質何にもなくてね。そうするといくらトマトがあるといっても、ナスやキュウリはほとんどビタミンもないし、やっぱり今でいうあのビタミン B 不足の家系だと思うけれど、最初はね、とにかく足がだるくて上がらない。でそのうちにひどくなってくれば、あの食べても食べてもどんどん下痢してしまう、素通り。それから素通りだから栄養のつきようがないから、やっぱり足が上がらないっていうことは、庭から家に、あの蚕部屋だから人が住むところではないから、庭からの上がり下りのための段々とかそういうのもないわけですよね。まあ敷石はもちろん一つだけはあったかな。でその敷石から家の中に上がるのにも、普通に膝を持ち上げて上がるっていうことができないのね。だからまず上体を投げ出し、あの縁側に投げ出して、でこうにじり上がっていくっていうような、もう体を動かすのがそういうこう意志のよう、意志、自分の意志で体を動かすっていうことが何もできなくて、本当にそうやってこうにじって上に上がる。で道を歩く時も舗装したりしてないから、石ころ混じりの道歩くのに、もうほんの小さい石ころでもつまずく。でつまずけば転ぶし、すぐ皮膚が破れるし、破れると抵抗力がないからすぐ化膿して、擦り傷、スーッと入った擦り傷ももうすぐにポツ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 で、そうするともう足なんかそこに灰がたかってくるし、その本当に汚い話で申し訳ないけど、あの海をなめるしね。で卵も産むし、本当にその
ハエに舐められたり、そのウジが張ったりとかね、その傷口の感覚、それは今でも消えないですよ。だからなんていうのかな、またその今の人たちの、今の戦争を始めたい人たちの話に戻っちゃうけれど、あの人たちはドンパチやればそれが戦争だっていうふうに思ってると思うのね。だけどそんなのはもう表だけのことで、その裏側というのかしら、本当のその生活自体、表側で戦争をやっているその中の、それがもう皮膚みたいなものだとすると、その中もう骨の髄まで、そういう暮らしを見、全部じゃないらしいのがまたね、その今につながってどうってことないみたいなね、そういうことになってるのかもしれないんだけど、地域差とかなんかそういうのもあるのか、なんか貧乏な人はしょうがないんじゃないみたいなねしょうがなかったんじゃないみたいな、そういうことを言う人もいるし、ちょっとそこら辺がなんとも不思議で、その地域による格差なのか、やっぱり闇だけで生きて何の不自由もなくいられた人たちもいたのか、そのあんまりみんなそれを戦後を戻った学校でもあんまり話したがらないのね、みんなね。だから本当のところがみんなどういう生活をしてたのかっていうのがよくわからないんだけれども、それが非常に残念なんですけどね。